負けないこと。面白い事実がある。僕について何かしらの内容が炎上しているとき、つまりネガティブの波が立っているとき、僕の商品はすこぶる売れる、数字が伸びる。ネガティブでも何でも、波が高く立てばその波はより遠くまで届く。と同時に、その波に乗せたポジティブな情報もまた世の中の遠くの人まで届く。僕に興味がなかった人にまで届くようになる。同一線上における一次元的考えでは、ネガティブはポジティブの正反対に位置する。中心からネガティブの方に寄れば寄るほど、それを戻そうとする意識が働く。僕はそう捉えてはいない。現代の情報社会における全ては波及効果。ポジティブ、ネガティブをプラスマイナスでは考えていない。池の真ん中に石を投げた時に立つ波紋と同じ。つまりはエネルギー。優しいエネルギーと激しいエネルギー。悪い方が強く激しい分、遠くまで波が立つ。それを利用する者、悪い噂を遠くに広げる人間も多い。人はエネルギーが激しく強い者に引っ張られることを知っているからだ。そんな彼らのエネルギーも加わり、波はさらに遠くに広がる。ところが、その波が立っているところに別のものを浮かべると、それもまた同じ波に乗って遠くまで届く。つまり、その波が立った時に意図的にどんな情報を乗せるのかが重要になる。自らの力でその波及を起こす。つまり、波を立たせるのはかなり大変だ。ところが、誰かがたとえどんな形であっても波を立たせてくれたのなら、その方が圧倒的に効率がいい。その波がネガティブなエネルギーから発生したものであれば、その波はより遠くまで届く。